はい、皆さんこんにちは。今回はですね、ボディの色どれだけ重要なんだろうというですね、動画をお届けしたいと思います。はい、まずこちらのボディなんですけど、2020年12月ですね、FMG の年末スペシャルという企画をやらさせてもらいましたけれども、そこの企画の中で、コンクールデレガンスという、自作のボディをですね、紹介し合うという動画を企画ですねをやらさせてもらったんですけれども、その企画にね応募していただきました、リスナーのですねカートさんからですね、実はその時にね応募いただいたボディをその現物をですねこちら私の方に、ね、送っていただきました。カートさんありがとうございます。そして使用したこの新黒色無双とね呼ばれるこの塗料を使ってこのマクラーレンをね仕上げてるんですけれども、ちょっとねこれすごいんですよ。これね光をね当てないと本当に艶がない真っ暗なんですね。今もね部屋が明るいのでそれなりに見えるんですけど、これ肉眼でね見ると本当に見えないぐらいのものになってます。はい、でこれね非常に明るいので今カメラもね明るいので綺麗に見えるんですけれども、光の反射もないボディカラーなので非常にねこれ見づらいんじゃないかなということもありまして、今回ですね比較の動画をね、サーキット現地で撮ってきましたので、そちらを紹介していきたいと思います。で走らせるボディは同じマクラーレン 12C で、こちらのカートさんからいただきました黒色無双カラーと、私のこちらですね、イメージカラーで作っているこの蛍光イエロー、まあパッと見ね非常に目立つ色と非常に見づらい色ということで、どれだけね、差が出てくるのかっていうのを映像を通じて皆さんにお見せしたいと思います。で、こちらの内容についてはまあいい悪いというよりも皆さんどういう風に見えますかということで、まあ、問題提起としてね、扱っていただきたいと思いますので、ぜひ、走行の動画を楽しんでいただきたいと思います。それではご覧ください。どうぞ。9秒フラットですね今。あ、戻りましたね。器用。8秒台入りましたね。8.7 8.7
やっぱ見えにくいっすかですよね。ちょっとそのレビューを欲しかったです。そりゃそうだよな、自分はいいけど周りはひどいですよね。これ追わないでこう定点にしたら多分もうわからん。うわー、走りはキレキレですよ。